はいどうも皆さんこんにちは、イサフトです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はまたアプス最近アプスやんのめっちゃ楽しいんだよね。で、前回のアプスの動画のコメントに、レイフィーなしでやってみてくださいっていうコメントがあって、ちょっとね、それを試しにやってみようかなと思います。で、レイフィーの代わりになるって考えると、他のね、実況者さんと被っちゃいけないとかって考えちゃうと、いやもうリフレク倍返ししかないなと思いまして、今回はビビとスタイナーを使ったリフレク倍返しでやっていきたいなと思います。で、こうなると、枠をね、2個使っちゃうから、もういける子が限られてくると。で、唯一できたのが、今ね、見てもらってるパーティーの、アバランチティファ。いや、その他にも、いろいろ試行錯誤したんだけど、マジで難しかった。例えば、このティファの位置にルーナ入れて、で、レインのところに、リルム採用して、で、ティーダのところにティナとか入れて、召喚魔法アタッカーで攻めても、いや、全然火力足りなくって、で、他には、ルーナにして、で、4属性、3属性か厳密には、同時にデバフをしたかったんで、ギルガメッシュ入れて、火属性のファイガと水属性のルーナの LB。と、あとはね、エアリス採用したホーリーやりたかったんで、光のね、3属性がデバフできる、ギルガメッシュをここに入れて、やったんだけど、それでも足りない。で、さっき言った、エアリス、ホーリーやっても、やっぱりね、獣キラーを負けないから、全然火力が出なくて、もう無理でした。で、唯一できたのが、ほんとティファだったので、今回は、ルーナがいない、あとは、レイフィーがいなくても、できる、パーティーを紹介していこうかなと思います。で、まず、ビビ。ビビは、ブレイブシフト前に関しては装備は何もなしです。で、BS5 だね。装備はこんな感じになっていて。あ、で、ポイントとしては、厳重に、リヴァイアさん採用して、ウォタが4連をやりたい。で、なんでかっていうと、ビビのね、アビリティにファイガを高めるものがあるんだけど、それをね、やっちゃうと、例えばファイガ剣とかやっちゃうと、変にね、火属性が、あの子についちゃうんだよ、ティファに。だから、あんまりこれやりたくないから、エリニエスリングを採用した4連のウォタカが使える、リヴァイアさんを厳重に採用してます。で、アビリティはこんな感じになっております。ビジョンカードは、感情なき賢者になってます。続いて、スタイナー。スタイナーは気にしたことはもう防御だけ。ひたすら防御を高く持っていただければと思います。で、装備はこんな感じ。アビリティはこんな感じになっております。自身のトラマスを2つ使っております。続いて、アバランチティファ。ティファは、気をつけた点はもちろん LB、そして獣だね。これをマックスにするようにだけ気をつけました。で、アビリティはこんな感じになってます。アビリティの方は、割かし敷居は低いかなと思います。で、ビジョンカードは、攻撃力だけ高いものを採用しております。続いて、レイン。レインは攻撃に参加させないので、100% のね、獣キラーだけ味方全体に撒いてもらうために装備は何もなしです。で、続いて、ティーダ。ティーダはね、もう前回同様、LB ゲージ、そしてバーストストーンの回収率を高める装備構成、そして、アビリティ構成になっております。よし、じゃあ早速ね、アプス極み級やっていきたいと思います。では行こう。はい、じゃあやっていきましょう。アプス。もうね、何度も見たね、この光景は。じゃあ早速やっていきましょう。まずは、ティファだね。ティファに関しては、もう、秘技解放だけやります。で、自分のね、水属性の威力アップ、そして攻撃の 300% バフと LB の 250% バフをかけていきたいと思います。スタイナーは、2回行動の物理カバウ、そして、こちらのアビリティ、ダメージカットを 75%、物理ダメージカットを 40% やっていきたいと思います。で、ティーダ、トリプル使って、スフィアドライブ、敵にね、水属性の 120% デバフをやっていきたいと思います。あとは、スタイナーをね、少しでも、生存の確率を高めるために命中デバフ。あとは適当にジェクトシュートとかで OK。で、ビビに関しては、特に貯めるもやることないから、自分の魔力アップだけやる。で、レインも同じく、獣キラーを味方全体に撒くことだけを行いましょう。で、ティーダはね、マジで LB コストも低いし、上昇率も上げてるから、もうすぐ満タンまで行くんだよね。で、そしたら、ティーダでスタイナーに託す。で、託されたスタイナーは、LB 使って4回反射を味方全体に巻いていく。で、ラストはビビの、エリニエスリングを採用したウォタが4連で、リフレクで倍返しにすると。で、あとはティファ LB の準備したら、OK だね。じゃあ、早速やっていきたいと思います。ビビ。そして、適当なところで、ティファを押せば、簡単に、ティファでワンパンで落とせると。OK だね。いやーもうほんとさ、ティファのいるいないが、かなり大きいね、今回のアプスは。こんな感じで、23億ぐらい出して、倒せると。
という感じになっております。なので一応レイフィーはなくても、まあ、今回こういう風にね攻略はできるようになってます。まあ、ティファで大体そうだね、あのちょうど HP 分ぐらい削っているっていうような感じになります。なので皆さんもね、まあ、ルーナがいなかったりレイフィーがいなかったりしてもティファさえいればなんとか攻略はできますので、ぜひ参考にしていただければと思います。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それではさよなら。